官兵衛は、オイラが必ず助ける。策は任せたぞ、官兵衛。うん、まずは官兵衛の居場所を探らないと。城を囲んで進軍の足がかりを作るんだ。官兵衛、カズージ、官兵衛、お前たちがいてこそオイラは散らかしてくれ。するか。ならば撃つ。軍師だって武働きしないとね、官兵衛。先輩の務め必ず果たしてみせるからね。討ち死に。オイラの能力。参るか。身の程知らずね。砦は奪えたようだね。任されたし、二手に分かれて城へと進もう。やっぱり本調子とはいかないや。でも今ここで頑張らないわけには。伝令、この地に毛利勢が迫っている模様。毛利が。早いとこ官兵衛を救出しないとな。秀吉、官兵衛救出の策を思いついたよ。準備が整うまで西方に敵を近づけないで。よし、勝手に。じゃあ任せとけ官兵衛。オイラたちが敵を引きつけてやるよ。一体の敵を始末し、奴らの目を奪う。みんなの協力無駄にはできない。官兵衛は僕が見つけてみせる。軍師、いえ、何でも。どうか務めを全うしてください。うん、ありがとう、カズージ君。僕はやりきってみせるよ。この砦で奪わせはせぬぞ。よし、いい感じだね。僕も準備を進めよう。官兵衛の居場所必ず探り当ててみせる。荒木勢は兵の統率が今一つだ。だから弱みをついたこの策なら必ず。武功一ついただきだ。聞かせていただこう。任されて。はあ、なんとか砦を奪えたね。これで毛利の到来に備えられそうだ。引かせていただこう。軍師だって武働きしないとね。つらめ、東から攻め入るつもりか。急ぎ守りを固めよう。よし、敵は東側に向かったみたいだね。こっちにはここまでは順調だ。官兵衛様、ご指示通り正に敵の具足を着せました。ありがとう。これで準備は整ったね。この策で官兵衛を救ってみせるよ。え、僕が天下無双の軍師なの？僕の手いくよ。オイラの出番だ。
いいよ。軍師だって武働きしないとね。こちらより撤収だと。帰らん。策を仕掛けるための体制を整えるよ。砦を奪って技法を敵に流すんだ。体が鉛みたいだ。まだ僕は止まれない。よし、体勢は整ったね。みんな準備はいい？指示通りに頼むよ。散らかせて。今織田に下れば許されるって本当か？官兵衛様がそう言っていたらしいが。なんだと？こちらの旗色が悪い今、織田につくのが賢明かもしれんな。王国、兵らが一部離反した模様。黒田官兵衛が先導しているようです。何？官兵衛が？使いを出せ。今すぐ先導を止めるのだ。開門。一体何故？よし、見つけた。官兵衛はあそこだ。すぐに助けに行くよ。敗北条件変更。よっ、官兵衛、急いで助けなきゃ。それが僕に残された先輩としての。先輩、合点承知。申し訳ありません。俺の不手際でご迷惑をおかけしました。ううん、気にしないで。君を助けられて本当によかった。辛いしてやられたわ。手を打たねば。このままでは出ねえ。毛利の手勢間近まで迫っている模様。散らかせよ。まだ荒木様はご無事のようですね。よかった、どうやら間に合いました。勝利条件変更。来たか毛利を。城外にて合流し体勢を立て直そう。開門。オイラの出番だ。荒木さん、こちらに向かわれている様子、護衛を出し彼をお守りしましょう。やってみせるよ。荒木め、毛利の元へ向かうつもりか。合流されると面倒だな。荒木を毛利と合流させるな。荒木は保身に走り同胞を切り捨てた。散らかすよ。お前たちも身の振り方をよく思案しろ。よし、やってやったな。はい、おしまい。ふぬけた荒木。うん、気に捧げる忠などござらぬ。我らはこれより織田と共に参ろう。やめ。一気に畳みかけましょう。
織田を包囲し袋のネズミにするのです。毛利のやつらオイラたちを一気に潰す気か。そうはさせねえ。エンデ、毛利のゴズメが迫っている模様。毛利の兵力甘く見ていたかな。急いで手を打たないと。私たちを待ち構えていたようです。敵ながらあっぱれです。ここは引こうかあるまい。オイラの出番だ。ヘルモト様、お待たせいたしました。うん、いいよ。敵将、オイラが討ち取った。意地は見せた。もうよかろう。さすがのご活躍です、秀吉様。耐えきれん。引かせてもらう。任せる。合点承知。敵将、打ち取ったよ。フルはなんだか。散らかすよ。ここは引こうかあるまい。ここは引こうかあるまい。オイラの出番だ。私が出ます。みんな続いてください。任せろよ当主様。開門。吉川元春、あいつの腕は波じゃねえ。みんな気を抜かずにかかれよ。よっしゃ、なんとか勝てたな。官兵衛も助かったし万々歳だな。官兵衛、うん、本当によかったね。あ、半兵衛、おい、しっかりしろ。くそ、お前ってやつは。え、僕が天下無双の軍師なの？